はい、breaks the silence of the forest。ブスとキャリバーと最初に一撃と、まあ、ブスキャリと略しますか。対する京永さん、モルロンさんのツイートを参照ということなんで、おそらく、ブスとキャリバーの詳細についてはモルロンさんのツイートを見てくださいということだと思います。対するビオラは真っ白なキレイな話です。まあ、こういうシンプルな個人的にはすごい好きですけども、これは落ちる落ちない、まず一本持っていったのは京永ビオラ。いいところ玉持ち、相手攻撃当てて投げ使ったとこ押し置き、かかる、さあ当たってしまった。さあ確実に持っていきましたということで、リーチをかけたのは京永さん。ファイト、さあ画面ほど一気に背負ってそのまま確実に落としていったということで、勝ち上がりは京永さんですね。でもそれだけね。